皆様こんにちは。私はラージと申します。今日私は急速に変化していく日本はイギリスにとってどのようなビジネスチャンスを提供しているかということについて話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。日本は誇れるものがたくさんあります。第二次世界大戦が終わって10年も経っていない間、日本の著しい成長が始まりました。実は日本の急成長を見て、ハーバード大学の有名な社会学者の江面様が1979年に刊行した本「Japan as No.1」はベストセラーになりました。あいにく30年後の日本はさまざまな経済、社会や政治的な問題を直面しております。これらの問題をどれだけ有効に解決するかは日本にとってとても大事なことになります。日本の経団連によると、適切な改革を実行しない限り日本は先進主要8カ国から落ちる恐れが非常に高いです。最初、日本が抱えている問題について見てみましょう。日本の高齢社会センターによると、2005年に日本の人口は約1億2600万人だったが、2040年に約1億人に減少し、全人口の 35% 近くは65歳以上の高齢者です。社会保障コストの増加だけではなく、人口減少によって国内需要の低下と労働力の低下も発生します。日本はすでに世界で最も高齢社会ですが、2040年になった時に年齢の中央値は55歳になってしまい、労働力の不足は日本にとってとても深刻な問題になってしまいます。残念ながらここで日本の問題は終わりません。これらの問題以外に日本はさまざまな問題、例えば円高によって産業の空洞化、またはその国際競争、特にアジアの最も競争力のある国からの競争、あと貿易出資赤字のようなさまざまな問題を経験します。今後の30または40年は日本だけではなく、イギリスまたは EU にとっても非常に重要な時期になります。忘れてしまった。非常に重要な時期になります。先進主要8カ国のイギリス、ドイツ、フランスとイタリアは、イタリアの平均経済成長率はわずか 1.5% になり、経済関心は完全にこれからヨーロッパからアジアに移行します。このように経済関心は完全にヨーロッパからアジアに移行してて、少子高齢化、またはその労働者の不足をしている日本はイギリスにとってどのようなビジネス機会を生み出しているかということについて、ここで話しさせていただきたいと思います。最初、日本はその高齢社会についてどのような動きをしているかということについて見てみましょう。日本はすでにその高齢社会の到来を見据えて新たな支援組織や基盤システムを設けています。いくつかの例を挙げると、介護が必要とするお年寄りを支える新たな支援組織として介護保険制度は2000年より導入されました。こちらの制度では40歳以上の全員が加入しなければならないことになっており、介護にかかった費用は国の公費、あとはまたはその被保険者の
保険料で賄う仕組みになっております。日本のもう一つの斬新なアイデアは日本のふれあい切符っていう制度です。ふれあい切符っていう制度は家事援助、つまりその お年寄りを支えたまたは支援し してそれから得た点数または時間を蓄えて、いずれ自分や家族が必要になってきたときに使用できるシステムです。最近行われた世界ロボティクスというイベントで、その お年寄りを支えるまたはサポートするロボットの展示がありました。患者をベッドから車椅子に移動したり、床から持ち上げたりのようなロボットを見たときにとても驚きました。こうしたテクノロジーや基盤システムを持っているにもかかわらず、イギリスの医療品メーカーまたはそのケアホームにとって日本は魅力のある強大なマーケットです。最初、日本の医療品市場が提供する機会について見てみましょう。一方では厚生労働省の推計によると、日本の医療費用は2012年に約40兆円で、1人当たりで見た場合に約30万円になっております。年齢別層別で見たときに、65歳未満の医療費用は約15万円になっており、65歳以上の医療費用の平均は約67万円になっております。医療費用の伸びは 1.5% と仮定すると、2025年に 52.3 兆円になり、加入者の負担はさらに増えます。他方では、今から2015年にかけて特許が切れる医療品の数が多く、すでにインドや中国の企業が日本のジェネリック市場が与えているがもたらす機会を捕まえ始めました。皆様はジェネリック医療品のことについてすでにご存知だと思いますが、念のためにこちらでもう一度説明させていただきます。ジェネリック医療品というと、ある会社が開発した新薬がの期限が切れた後に、全く同じ成分を使って他の会社が作る医療品をジェネリック医療品と言います。一般的にジェネリック医療品はもともと作った薬品に比べて3割から8割ぐらい安くなります。なぜならそれは開発にかかった費用がもともとかかったんですけど、今かからなかったからです。ポンドの弱さ、日本が大きい市場ということ、これからいろんなジェネリック医療品の特許が切れるということ、このような絶好のチャンスは日本、まあ、イギリスにとって発生します。じゃあケアホームについて今ちょっと説明します。最近の日本に増えてきている現象ですが、介護する人も高齢になり、家族だけで介護することはとてもできません。例えば多くの場合、介護が必要とする年寄りの人は80歳以上で、介護者は60歳以上になります。60歳以上になった場合に面倒を見るのがとてもつらいです。その次に1950年または1960年の高齢者が直面していた病気または問題と今直面している問題はかなり違います。今の患者は直面しているがんやそのアルツハイマー氏というような病気は長期的な介護が必要になってきます。で、このように長期的に介護が必要になってくるためになってくるために
今までそういう病気が、じゃあこれです。